ざい。いつも留活中でことを弾いています、のりとです。今回はですね、留活中個人企画ということで、まあ3人それぞれの日常だったり芸能活動の様子をお届けする企画になっております。僕はですね、4月から社会人で働きながら演奏活動を行っています。で、今はですね、沖縄の方が緊急事態宣言真っ只中ということで絶賛リモートワーク中です。ということでですね、今日はリモートワークの一日をお届けしたいと思います。それでは行ってきます。ということで、午前中の作業が終了したので今からお昼ご飯を食べて休憩したいと思います。リモートの休憩は1時間リラックスタイムで使っていて、僕は結構稽古したりしてます。で、特に今日は夕方から稽古があるので、今日稽古する演目をちょっと練習したいと思います。はい、ということで休憩も終わったので午後の作業に入っていきたいと思います。本当でも今の会社はすごい芸能にも理解があって、割と県外公演なんかもその休みとか取らせてもらって1週間とか行ったりするので、すごくありがたいですね。芸能に軸を置きたいっていう話をして、その点をすごい理解してくれているのでとってもやりやすいです。まあ、ということでお昼休憩も終わったので午後の作業頑張ります。ちょっとここでですね、僕のリモートワークのお供を紹介します。僕のリモートワークのお供はですね、こちら作田清張先生の舞踊曲集です。しかもカセットですね。いつもリモートワークの時は基本的にカセットを聴いています。で、なんでこれかというと、実はですね、僕が一番最初に中学校2年生の時に買った CD がこれなんですけども、初めて自分のお金で買った CD だったと思います。結構これ昔から聞いていて、なんか雰囲気がめっちゃ好きです。で、なんかこれ CD に入ってないやつがこっちに入ったりしていて、ミルク節とか入ってないのかな。結構なんかテープで聞くのっていいんですよね。なんでだろう、なんかレトロ感が増すというか。はい、ということで定時になったので上がりたいと思います。コロナになってから結構リモートワークをやってるんですけど、その通勤時間のストレスがなくなるっていうのと、あとは休憩時間とかにすごい自分の好きなことできたりとか、まあ好きな音楽を聴いたりフレキシブルに作業できるっていうのが結構いいなっていう風に感じています。有意義なリモートを過ごすことができたかなと思います。この後また国立劇場で稽古があるので行ってきたいと思います。では行ってきます。
でも大体この退勤の時間って混みますよね、沖縄の道は。僕ほんと混むの大嫌いなんですよ。だから結構高速使っちゃうっていうか、月々の高速代結構バカにならないですね。こうやってでもなんか YouTube とかでいろんな人とコミュニケーション取れたり、なんか普通に舞台でお客さんに見てもらうよりも、その見てる人の声がダイレクトに届くっていうのがすごい励みになったり、頑張ろうって思います、いつも。ということで稽古に行ってきます。ではまた。